こんばんは、ミキの厚生でーす。ミキランセです。よろしくお願いします。金曜労働省、名探偵ピカチュウ、いかがでしたでしょうか <laughs> <laughs> ええー、いや、ちょっとこのね、あのー、見たい、見たいボタンっていうのがあるんですけどね。やっぱ低いね。<laughs> ちょっと低い。<laughs> いや、急やもん。名探偵ピカチュウね。 あったね。実写のやつやろそうです、そうです。うん。お父さんがピカチュウになってるっていう話やいか。あ、そうなんや。確かそうだな。なんか、お父さんの声やっおっさんの声やっね、ピカチュウ。だから多分お父さんがピカチュウに変身して、みたいな。そう、いその間違えて変えられて、みたいな。まあ、ポケモンの世界はポケモンの世界なんやけど、みたいな。ギャラドスとかいんのじゃんいるいるいる。いるちゃんと、他のポケモンめっちゃ出てくるけど。メガリュウとかもいんのメガリュウもいる。ええすげえ。ラッタとかもいんのなんでそのサブポケモンみたいなばっかり言うね覚えてんな、よお前で覚え出されて お前が。ピカチュウカイリュー、イエ四六時中歌うのよ、これを。家で。家で。でもほんまにこれ、頭抱えたり、家族全員。給食で流れたら、もう、狂うように全員が歌いますね、ほんまに。方言直とか、マジで歌ってたもん。中国人の転校生。うん。方言直。サンダース、メノクラケずっと歌ってたもんこれ誰が歌ってたと思う。覚えてない。うわ、ちょっと当てた。当てた、おじさんやね。はい。あの、 なんかな。黒い服、黒い服着てる。はい、誰カタカナやね。うわ、いいねひろひろちゃんみたいな。うわ、違う。かくちゃんみたいな。なんか、ひろかくひろみたいな、なんか。うわ、惜しいねえ。そやな。そんな感じじゃなうわ、いいよ。うわ、いいよね。幸せだよ。ええ。幸せ。幸せだよ。すごいな。すごい記憶を掘り起こしてるぞ、今。そうね。もう、その、やっぱ断片的な覚えてるね、こういうの。なんか、え、ひろは入ってない。ひろは入ってない。かく入ってる 書いてないけど、なんか惜しいね。せやな、角広惜しいやろ。角広。白格。ちゃ、そういうことやけど。そうやろでも違う。言うてって当たるま、言うてって当たるからな。剣創意。何ん、いえ、何やったっけなもう言うで。え、言わ最初の文字だけ言うて。い。えいい四文字。いの作、みたいなことやで。いや、でもそうやね。今国。正解 何がシャアひっくりした今 <laughs> 立ち上がって両手でシャアやって <laughs> 何が <laughs> 何がな <laughs> 今国当てて立ち上がって両手でシャアやって <laughs> 何が <laughs> お前意味わからん <laughs>。<laughs> 何がシャアなことある,、ね、る今国やそうや今国さんですこの歌は千田ちゃん知ってんのそ<う>ああえーポケモン言えるかな こだックコレアッズバットギャロップサンダース目のクラゲパワーカラかラたまたまガラガラ不思議だね。そう。あ<ー><な>ラップの一番最初。うつどんエレブン、カビコン、カブト、サイゴン、ジュゴン <laughs> ポリゴン、リグダ、ドードリオ、ゲンガーコダス、ルーじゃな、サース、臭い花。 ららら、ラララ言えるかなゃ <laughs> もう、流すってそれやったら <laughs>。もう、ラジオなんやから。俺らが歌わても。<laughs> 今国に流すねん。それやったら <laughs>。全部歌おうとしてんねん。それやったら今国流す流します、それは。懐かしいね。大好きやってもんな、お前ポケモン。大好き一<な>回な、もうポケモンがな、あの、俺覚えてるわ。ポリゴンのポケモンアニメね。うん ポリゴンの最キネシスの回で、うん、ポリゴンが出した最キネシスの光が、あの、普通の放送では流しちゃいけない光の量やって。その点滅で。で、それを見た子供たちが気を失って倒れてしまうっていう事件があったんだね。だねほんまに。そ、それからテレビから離れて。離れたあの、テレビ見てくださいっていうのを。そう。 がア、アニ,アニメで流れるようになった。あの、発端はその、ポケモンやったけど、俺、あの時、もうテレビのもう50センチくらいで、さ、あの、再起構成見てたんやけど、それでも倒れへんかった倒れへんかった、ね、そう。で、そっからポケモンはね、1年くらい休んだよあれね。そう。うん、覚えてるわ。さ、再開の時。うん。興味ない <laughs> 今、チラッとなんか台本見たけど。えがいしや。<laughs> いや、いや、興味あるかないかったらないよ、んいや、それ興味あるかないかっったらないよ、そんな。いや、仕事、仕事あんじゃじゃじゃ仕事タイムとかの時間とか見なあかんし、それは。俺が、必死、必死にこうお前がな、その、興味ない、プラス、熱があったらもう余計興味なくなる。なんでやねんな。お前の熱量で、興味ないのに。俺が熱あること、ほとんどみんな興味ないんだけど。俺、どういうこと 泣いてな、ポケモいたんや。ルージュラの会や。再開した覚えてるよ。泣いたんやで、俺は。再開して。マスラタウンに、さよならバイバイや。それは知ってるあ、これは知ってるんああ、懐かしいね。いいなぁ。うん。151の喜び。それはちょっと。百五十一の夢。いや、俺、俺も知らんやつやわ。え、大木戸博士の。 最後のエンンンディググソ俺はポケモン知らんからね俺は亜が歌ってただけでっ、ね、何にも取ってないから俺もうほんまにね今思い出し思い返しても,もう自分で思うぐらい変な子供やマジ変な子供や何人にもハマらへんねんだから友達とかがめっちゃいろんなやつハマるじゃないですかミニ四駆とかスハイパーヨーヨーとか俺だけやらへんねんただそこにおんねんそうで見てんねん変な小学生やなマジでで今文庫本や変なやつやで <laughs> <laughs> いや、俺変やったんかなあの時俺でも。今もやった。周りもずっと。<laughs> いや、そう。今もずっと変やって。どこが <laughs> 変やん。<laughs> 髪へプロパかして。<laughs> だから嫌なの。一人で。今すぐ嫌なの。一人でな。 マーラータン食うて変やて今もずっと変やねから子供の時の変は治りません大人になっても俺でも子供の時変って言われてた言われてたやつめちゃくちゃ何考えてんねこいつって言われてたやつおかまあ親から言われてた親から言われてたやつめ言われて終わりやなそうやねちょっとじゃあちょっとタイトルコールいきます右の深夜電波この番組はパリミキの提供でお送りします 『その名探偵ピカチュウ』でちょっと思い出しちゃって、はい、いつもでったらな普通『名探偵』って来たらもうコナンしかないと思ったようねみんなだからそれでピカチュウや思い出してんけどこれ言ったっけなユキヨちゃんの話したっけしてないしてないよねデニスユキヨの話してない、ね、してないんじゃないいやお前も覚えてると思うんで俺もこれ言いたかって、はい、ずっと忘れて俺『名探偵』で思い出してめっちゃ、うん、その前幕張で寄選出てて、うん、でそれが平日の寄選って幕張ってコーナーやるのそうん,なんか 土日とかは、もちろんネタだけやねんけど、なんかコーナーやんねん。ネタやった後に最後にコーナー30分くらいね。みんなでやる。うん、演者全員で。で、その時にゲース持って。うん、で、それがなんか、えー、お互いチームに2つに分かれて、うん、えー、相手の嘘を見破るみたいな、うん、なんかやつやって。で、それで、えー、俺のチーム、俺と亜生が分かれて、亜生向こうのチームで亜生が嘘ついてる時に、うん、みんなでこう考えてて、うん、うーんって誰が嘘ついてんやろうとか言って。うん そしたら、ゆきおちゃんが考えながらこう出てきて、うん、うーん、みたいな、でもこうこうでこうやな、みたいなこと言った時に、うん、名探偵やな、みたいな、うん、探偵みたいな風に出てきた、うん、みたいな。一回そこでポンって受けて、うん、探偵みたいな、そしたらゆきおちゃんが、俺もう忘れられへんねんけど、えー、え、見た目は外人、心は日本人、僕の国籍一体どこなんって言って、もう、やばい、震えるぐらい、びっくりしたよな、あれ。<laughs> あれ、あ,れありねえたよ。だ あの場じゃないよ違うよ。やめていやいや、俺、ゆきおさんなんてあやめてやめてやめてやめみんな言ってたもん。前聞いたことあるみたいな言ってたもん。やめてそそうやって、ゆきおさんって絶対コナンとかかせ、かすってきてんねんから。うんそのやめて、俺のさ、なんか、理想が今、いやいや、ゆきおさんはそうやって。俺も忘れ、俺だってもう家帰っても言ったし、それ、いろんなとこでも、ちょっとゆきおちゃんが凄すぎるっていうもう、天才やんだから、 そのユキオちゃんすごいってなった時恥ずかしがってたんやんちょっと。でユキオさんいやもうやめてやんあれに、うん、ありにえたやんくらい なんか聞なんか俺がだから隣で、なんか前も言ってたな、みたいな聞いたもん、なんか。これ前もなんか、聞いたな、みたいな。もうええやん、でも、それは。もう。何がそれはもう。いやいや、でも、その、こ、この、ファンタジーがあるか、こんな感動してる人がいたら。いや、ファンタジーにしてよ、それは。いや、そも、こんな感動してる人おったら、そう言われへん。そう、そう言わん、言ったあげんかったら、かわいそう。確かに、速さがいす早すぎる。尋常じゃないぐらい速い。尋常じゃなかった。その、ありきたの。でも、みんな感動してなかった、みんな。すごい。うわーっなって。 俺、ちょ、鳥肌立ったもん。でも、もう、芸人すげえ。いや、でも、国籍ね、まだあんねん。国籍いじる、見た目と国籍を、人しきりいじったよ、駅さんって。でも、あい、あいつもそうやし、俺らもそうやね。俺らも、一回ね、同期に言われたことがあって、漫才で言われたことがあって、お前らって、都合ええように漫才やってるよなって言われて。俺、自分で気づいててんけど、初めてそう言われて、鍋に言われてん、ジェットゾの。あの、元ジェットゾで鍋に。初めて言われてんけど、 まあ今はそんなことやってへんけど、昔、ほんまにミキ組み立てとかに、1年目、2年目ぐらいの時、うん、漫才の設定が、えー、まだ一緒に進んでるバージョンと、もう別々で進んでるバージョンで喋ってたことがあるんですよ。うん、その時にダメに言われて、<う>お前なんか一緒に住んでたり、バラバラ住んでたりするよなって言われた時に、なんか、 バレたって思って。うわ、そこ。そこはでもファンタジーまあまあな、ファンタジーでな。そうやってて。でも、ゆきおちゃんもそうやね。ゆきおちゃんって、ブラジル人の時もあれば。そう、アラブ系の。ア系のもあるし。だから、いろんな国籍はね、あいつ。ケバブだけの時ある。その国籍がわからない。そケバブだけの時。あれな、あれ、赤いよなんか、あの、なんか、ブラジールとか言って、ケバブ大好きで、もう国籍ちゃうね。ブラジールって言ってるやつが、ケバブ大好きは、メキシコの時もある。メキシコの時もある。そう。 あれ、あかんよな。あかん。きさん。その、で、めっちゃ日本人の時もあんの。自分からさ、国籍違いに行ってんのに。あれ、あかんよな、あいつ。あれ、めっちゃやねえな。ゆきよさんはそういう男。国籍詐欺。国籍詐欺あいつ。ほんまやな。すごいで。ワールドワイドの詐欺師やから。いや、ほんまや。世界を股にかける詐欺師やから。詐欺師。あれ、すごいで。初ちゃうハーフで。 皮膚買いかい初めてやなそう皮膚めっちゃ弱いねいやプロすごい俺プロすごいなってなそれ思ってもう一個プロすごいなって思って俺『笑点』毎週撮って見てるのよであの演芸コーナー大好きお兄ちゃんが毎週見てるってなんやろな『笑点』とネタパレ好きやねネタパレめっちゃでお兄ちゃんめっちゃネタパレ見てるな笑点もまあ見てる毎週録画して見てて家帰ってきてあ見ようと思って『笑点』パッてつけたらもうハリセンボンさんが漫才やったったえ 珍しい。珍しい。めっちゃ珍い。吉本でやあもう今、吉本じゃないから、劇場出てあらへんから、吉本の時俺らもよう一緒に出番がなったりとかしたけど、久しぶり、ハリセモンさんが、う笑点で漫才しかも。え、やってあんの実はいや、多分やってあらへんと思うで。あ、まあだから久しぶりに漫才やろそうなんや。いや、緊張するやろな。緊張するやろな。全然、呼吸も全然違うしな。うん。で、うわと思って、ちょっと、うわ楽しみ言と見てて。 ああじゃあまあいつもの感じでバーッと掛け合い当たって<ー>でバーってこう、まあ、やってそうのが終盤かな、うん、終盤であの春菜さんじゃなくて春菜さ,さんが取っちゃったっけ 吉本って出たら、こんなことなのそう、あの、一回、じゃ吉本に薬パーンって打たれて、出た人記憶を忘れち俺、その、薬打たれてることも覚えてないから。そうだえ、そうだ。吉本出た人のことってもう忘れちゃう。いや、打った、マネージャーが、パーンって打つのよ。いつ打たれたやろ、俺。そう。いや、だか覚えてないの覚えてない。めっちゃ眠い時あったと思う。あれやな、そう、あの時。あ、あの時。眠不足くやったんだよ。いや、違う違う、あれちゃうね、あれちゃうね。はるかさんがどっちだったっけはるかさんがデッパの方の。はい、みのわはるかさん。 あ,あ、そうかそうか。はい、で、はるなさんが、はい、はるかさんが、はる、い、なさんに、うん、あ、ところで、今日は、お店お休みなんですか、うん、って言ったら、もういつものね、うん、角の卓造じゃねえよやんか、うん、その時だけ。 カメラ目線で、<laughs> 角野拓上じゃねえよって言うね。で、カメラ読んでん。ちゃ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  <laughs> それは、<や>お客さん無視しすぎ。リハ。もう、バーってそこからだ。<laughs> ステラーマーさんじゃねえよとかも全部カメラ目線。もう入ってけへん漫才。お客さん無視しすぎ。<laughs> テレビに向けてやりすぎ。それは。だから、目の前のお客さんを笑かすんじゃないの。<laughs> テレビの向こう側の人を笑かしたはんねん。<laughs> それ、そういう笑いもあり。やどこにも流せへんくてさ、俺動画撮って見て、ちょっと。見たい。見たい。見せて。音はダサいんだ音、はもちろん音ダサいんけど。ね。こう、今やってる。これほら。なこれ。あーて、多分これでなんか中華がどうたら、あて。おかしいおかしいこんカメラやってるカメラがカメラ寄ってカメラ目線で。ねえで。カてどう角の卓造じゃねえよで、おかしいやん。 こういう漫才作るじゃ,あじゃあ、テレビしすぎやって、これは、さすがに。これさ、多分さ、まあ、正直なさ、うん、話さ、ここ、出たことあるからさ、わかるけど、うん、リハをするやんか。一回ね。一回この前に、投資,投資リハする。投資リハする。全部漫才やんのよ。その時に、うん、多分前向いてやらはった時に、カメラマンさんが、うん、<laughs> あ、これは。いや、そうなんかな、てか言ってはったんかな、もしかしたら。あの、ここ、カメラに向けてやるんで、あの、写しくださ、みたいなひ。ひ、寄せて、寄ってください、言って。言うなんやろ、これ。 かなどうなんやろカラクリは得なって言われそうやけど。基本、角の卓造じゃねえよって確かに前向いて言われやん。でも、本来おかしいやん。言うてんのは、その、春菜さん。春菜さん。は、春菜さんが、その、言うてる。中華お休みなんですかとか、お店休みなんですかって言ってて、角の卓造じゃねえよって、春菜さんに言うべきやん、それ。それ。あれは、あれはボケがこっちやから。そう、だ、だれ春菜さんが、あれ誰に言うてんの、じゃあれ。春菜さんはカメラ目線で。だから、春菜さんは全員の相違を。 会場の、とかテレビの玄間の意見の休みじゃないのってみんな言ってますよ。集まってる、集まってる。じゃあもうここで言いますね。みんな言ってますよ。言ってます。みんな言ってますけどっていうのが省かれてる。省かれてんや。だけで、あれほんまみんな言ってますけど。お店を休みじゃないんだよ。角野拓造じゃねえよそう、みんな受けて、それを。そうそうそう。みんな省きすぎやろ。そういうこと。大事なとこ。そういうこと。ちゃくちゃわろたわ。何回も巻き戻ししてみたわ、ここ。 そありえへんえ、どうだよこれ、吉本で漫才したかったら、こんなこと言ってたんかな <laughs> どうなんやこれがやりたくて吉本辞めたんちゃうもしかしたら。吉本,たら吉本やっぱこういうの、こういうのでけへんからな。吉本とこれでけへんからうん、うん。これのやりたかったから吉本辞めたんちゃうバカにしてるやんか。バカにしてるよな。こるがやりたくて吉本辞めたんちゃうか。いや、バカにしてないけど。<laughs> バカにしてるやんか。やそう、これ気になるってやっぱ見てたら。これだって意味わか,、ねまあ、からん。まあ意味はわからん。会場のお客さんもわからんかったと思って,など,れてどこ見てんの <laughs> えどこ見てんのえどこ私らの遥か上を見ながら。<laughs> どこ見たんの俺、現場降りたかったもん。俺、それで見てたらめっちゃ笑うんだよ。そういうボケやったらおもろいけどな。そういうボケやったらもう。いやー、すごいおもろい。もうこれ。相方がそのカメラみんなとか言うてくれたらおもろいけどカメラみんな。じゃお、私が言ってるから、言ってほしいよな。私言ってるからカメラ見といてくれ。あ、ごめんごめんごめん。みたいな。もう一回漫画言って。もう一回言って。言って。おばさんじゃねーよ。カメラみんな。やったらまだし。やったらまだうん。 あれ気になるわ。撮んなよ、ほんで、そんなん。<laughs> 何撮ってんねん。いや、ちょ、見返したくて、なんか、落ち込んだ時とかに。い <laughs> や、やっぱり、そうやんな。カメラさんの協力、も、ああもんな、それは。作、ね、ってよって。ネタ番組なはそれ気になんね。うん、俺、ベストワンでもめっちゃ気になるのがあって、うん、あれもうやめたらええのになって思うねんけど、うん、漫才やってるやんか。漫才やってて、 上手の方の方人、うん、だから俺の立ち位置の方の人って、うん、だからお前の立ち位置の方って、うん、今田さんと鶴瓶さんが見えるやん。見える。俺越しに。うん。でも、俺の方って、お前越しに、でっかいモニターが見えるねん。ああ<ー>、横長の。ああ、ああ。ガーって。うん、あのモニターに、俺らが映ってんねん、あれ。うわ、そうなの実は。 お前見てへんや見てよあっち見えへんかも。見えへ見えへ俺らが映って、俺らが漫才してるとこ映ってるそうなんや。リアルタイムで、バーって、デカスクリーンに映ってんねあれ見ながら漫才する人いんねああ、え自分の顔チェックしながら。キモあ、言わんといてそれ言うたら俺、名前出しにくいよ今からこの人やねんって。言いにくな。い俺がな。自分でキモい。俺がキモいってことな俺キモいから。キモくはないけど、でもそれが、毎回それやる人がおんねん、一人。一人、一回それをやる人がおんね誰や もう、もう、俺気になって気になって、それが。もう、毎回絶対やらはんのが、うん、フットボールは後藤さんやねん。<わ> <laughs> ご藤さんが毎回自分の顔見ながら突っ込みあんねん。あの、ちょっとだけナルシストばかあるやん、なんかさ。余裕もあるんやろ、余裕もあんねん、そう、やってて。やってて。めっちゃ自分ら見ながらやりはるから、それめっちゃ気になんねん。え、もうあの時も言ってはったやん、なんか、ドヤ顔してんな、こっちに向かって、みたいな。松本さんが、ご藤さんに向かって。なんか、その感じだね。そうか。もうそんな漫才してる時なんか余裕ないけどな、俺。でもな、余裕、余裕ないけど、でも、見えちゃうねん、やっぱ。だって、会話してるやん。 相方と、バーって。俺、お俺ら、俺はさ、こっちから見てたら、ま、つめえさんと今田さん。もう消すもんな。<ー>いいものとして漫才する。もう。あんな緊張するな。いいよな。だから、あのた、だから、番組によって立ち位置いいよな、そうん。な。だ俺なんか、だから、ずっとたけしさんが笑ってへんの見えてたから。ああ、そうか。笑って。ずっと見えてへんで、俺。も<う>それしながら漫才してて、すごない。いそれでも変わらず。俺、俺俺あれ見返してあの時の漫才。うん。 あれのクオリティ出したんや <laughs>。あんなに笑われてるのにそ,うそうそうそう。そうやで。笑ってんなおじさんが一人見てんのに、<laughs> それに俺は、その屈せず、やつで。すごいね。すごいやろ。後藤さんすごい。<laughs> それは。でもあれな、気にな、確かにモニター気にな、あれだから、あの、ベストワンとかもちょっと消してほしいな。次のベストワンちょっとやってやんねえじゃん、それ。な見ながら。うん いやいや、もう、その、そっちばっかり気にしてる。も話、<laughs> ほんま集中できへん、それ。あ,あっち、でも、でも見ちゃうのはわかる。<ー>やっぱさ、映ったら見ちゃうよ。確かに、ね。しかもあんなデカスクリーンで。確かに。で、そこで初めて自分のテレビ映りがわかるからさ。あ、俺、今でも映ってんやって。うん、まあ、そうか。うん。だから、その、えー、ハリセンボンさんも、うん、うん。プロやなって思ったよ。自分の映り気にして、カメラ、ね、あれはすごいな、それ。<laughs> カードの角蔵じゃねえよ。カメラ目線かねあれ。まあ、焦点やから。かな <laughs> 関係ある <laughs> 焦点やから。いや、ちょっとおもろかった。はい、じゃあコーナー行きましょう。ええ厚生の知らない世界。 えこちら、右のコーゼが死ななそうな知識や気づいちゃったことをリスナーに教えていただくコーナーです。面白いですね。では、お願いします。ラジオネーム、チンムマシンさん。もう、MVP ちゃうかもした、マシン。あ、アダルトビデオの世界には、有名映画をパロディ化した作品がたくさんあります。うん、ぜひ、元の作品名から、アダルト版のタイトルを当ててみてください。当てたよ、それ。いきます。アイアンマン。アイアンマンがどういじられてるか。はい。えー、アイアナルマンみたいな。あ、アイ アイ・ヤンマン。アイ・ヤンマン。正解アン・イヤンマンです。俺俺が作ったんだ。アン・イヤンマン。僕もわからんから答え。一生考える。次、アベンジャーズ。アナンジャーズ違うか。アナンジャーズ意味わからんしな。アベンジャーズ。アナ、アナルンジャーズ。アナーう違うアから始まるって全部そうやって思うんだって。アベンジャー、 えアベンジャーズどれが、アベンジャーズとベンが、そのちょっと、スカトロの感じうわ、気持ち悪。スカトロとか言うな平気で。何でも悪くやと思うなよ。このラジオが。普段絶対言わへんのきっちょいの。俺こんなん絶対言わへんの。絶対言わへん。みんな信じて、お兄ちゃんこんなん絶対言わへんね。このラジオがおかしくしてる。俺見よ、平気で。人生で初めて言うても、うその言葉。今。初めて。びっくりした。 言うで。アベンジャーズの、タイトル。ハメンジャーズしょうがなああ。もうそれやったら別にアベンジャーズやらんでえいやんキャプテンアメリカえキャプ、きっと。ええ、んきっとえ、ははんなははははははは普通なんはは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 はんはははははは キャプテン、ナメリカ、ナメリカうわ絶対そやわ。うわちゃうわ、違う。正解はキャプテン、ハメリカ。違うこともないよろ。発想は一緒やんけ。バットマン舐めるかハメるかの違いやろ。バットマン。んバットマンうん。バットマンちょっと見えてまうね俺これ。あかんわ、笑ってまうわ。バットマン。みんな、ドライしたいどないしてドライしても いいじゃん。これテレビやったら捕されるねこれ。テレビやったらね仕事なくなる。ほんでそうだ。誰が見ねバットのなバットのそれやったら。いやいや。あかんや。グッド。俺は違うで。そうじゃないだかんや。俺が悪ないで今の。じゃお兄ちゃんちょっともうちょっと考えて。分かってるよ。正解はドバットマン。 いやちょ、じゃドバッと出るから。そ,かそれ。下手やわ。ちょ,ちょっと俺、俺一回全部答え見ていいうん。どれが<で>ど近かったら言って、その、オッケーオッケー。その、俺が、うわみたいなアンヤンマンみたいな、アンヤンマン。ーーうわ、ちょっと待って、これめっちゃおもろいなこんなに付箋貼ってたんや。<laughs> めっちゃありがとうなめっちゃおもろいわ。えー、じゃあこれ、どうですかえー、じゃあ、まあ、まあ、初級ね。ワイルドスピード。 ワイルドスピードえー、ワイルドスピード、どれ、どこやろ最初の、になんか足したら、その文字になる<初>ヒワイドスピード。正解 <laughs> いいね、いいね。おもう嫌<は>や,やわ、これ正解すればするほど落ち込むクイズ出てる。これめっちゃおもろい。アバター。アバターうん。アバター、俺これめっちゃおもろい。えー、アホやな、これ。アバター <laughs> これアホやで。 ええと、え、アバター、うん、アバターはもうマジで小学生が考えてるような名前は。えアバターアバ、ア、えバターアバ、アバズ、アバズ、アバズ,レアバズレター。違う。もっとシンプル <laughs> アバターはオマター。ひど <laughs> いや。関係ないやん。当てんでよかった。 当てへん方がよかったわ、こんな。うわ、これめっちゃおもろいな。どんだけクイズ出すのいや、めっちゃおもろいこれ。セックスザシティ。もうな、これがほとんどせやのに。そセックス残しやろ、絶対そ、それ。セックス残してる。でも,も、ほんま日本語にしてるわ。うん。あ、なるほど。セックスザして。うわ、惜しいセックス、セックスザが違うんか。アンドザが違うね。セックス&、セックスあんたとして。うわ、違う <laughs> として何が「よっしゃ」やねほんで俺もこれ面白いよあいいクイズやねオーシャンズイレブンはえもうちゃんと入れて違うじゃんんで急に上行くねオーシャンズ入れるんやえ入れる入れるそうかそっちやろなマンオブスティールマンオブスティールえあっ言っちゃうい <laughs> 言っちゃうって何やねん。言っちゃう、言っちゃう、言っちゃう。もう言っちゃう。ごめん。もうこれ言っちゃうからやめて。もうマーブステールなな。えは、マンズリし、ま、しいマンズリしている。あ、いいのマンズリしてる。ンズリりしてるはいい。最後ね、スーサイドスクワット。ええー、これはもう日本語にしてるわ。でもちょっと長なってるかもしれない。なんか。 すぐさっとして、よ。ああ、惜しいけどな。正解は、するの最高、すぐ、すぐもっと。いや、長なってるんつけ足してるやん。すぐの最高、するもっと。でしたつけ足してるやんけ。けんけか俺これめっちゃおもろい。なんでこれ好きやね。めっちゃ好きやわ。うん、そしたらお前、伝え言ったらめっちゃ笑えるやん。めっちゃ笑える。ね、え次続きまして、ラジオネーム、よえー、よろちんちんさんからです。何ですか、えー、京都、京都出身のみきちゃん。 おしまいやす。えー、なんですか毎週、全裸で阿波踊りを踊りながら聞いています。はい、さて、今年のミスキャンパス同志者は、例年以上にレベルが高いと評判で、女優や女子アナ志望の人たちもおり、この中から未来の構成ガールが現れるかもしれません。んチェックしてないね、もう、ちょっとキャンパスガールは。 結婚がそうしてるか。結婚。<laughs> 子供ができたことによって。<laughs> ね、じゃあ、もう、もうそろそろ開催してよ。構成ガールー。子供抱っこしながらキャンパスガールのホームページ見られへんしね。いや、<速>それは営業の合間とかに見てよ。<laughs> 営業の合間やね、うん。ちょっとチェックします。最後です。来世はナダルさんからです。うんえー、私も最近知ったのですが、性行為の頻度が多い男性ほど長生きする。 ということええー、性的興奮の回数が多い男性ほど死亡率が低いと科学的に証明されていますド変態な構成さ長生きできででるんですね<笑><笑>いつからそんなこんなんその SM みたいないやでもそうやろうなでもやっぱ元気の秘訣ってすやいねホンにほんまにそうそれ大事やで、うん、やっぱうん人間の欲っていうのは、ね、そやな。果てしないとは言うものの、うん、やっぱそれ結構大事やったりするで食欲も多い人も長生きするしそうそう欲ってないと。 やっぱ人間が生きる上で大事やねん、多分、これ。そうやなうやっぱり抱かないと。抱かんでもええかもしれんけど、それも大事やないや、<れ>やっぱ抱くことっていうのは大事ですよ、やっぱり。勉強にましたじゃあ、MVP、よろしくお願いします。MVP は、ええー、ま、もうこれに付箋つけてくれたらちさっちゃうんだよな。<laughs> 確かにな。もうこれは。 こんなもんのために、細い付箋を作ってくれて。もうでも今回、その、な、商品ないからね、今回から。そうないの。はい。だから、ちさちゃんです。はい。の。これはもうマジで。付箋をつけてくれ。付箋つけてくれ。あいつ考えてへんからな、ただ。乗ってるやつ乗せてるやつ。いや、だからあいつは。俺に。れは付箋をつけてくれ。ちさちゃんがありがとう。ありがとう。こんなん隠すためにこんな会社入っちゃうのなおまたとか。さあ。 おまたを隠してなそう、おまた隠して。さあ、というわけで、エンディングでございます。はい、えー、番組では皆さんからのメール募集しております。はい、番組への感想、ご意見、えー、ミキの構成が知らなそうな知識や気づいちゃったことを送ってください。はい、番組メールアドレスはすべて小文字で、ミキ、はい、ットマーク JOQR.net、m i k i ットマーク JOQR.net でございます。皆様からのお便りお待ちしております。というわけで、えね、ピカチュウピカチュウ名探偵ピカチュウみんなのたみみた、見た見たお前。僕見た。あ、見たよ。名探偵ピカチュウは見てる。見てへんの 見てやしゃべっていいよしゃべってしゃべってしゃべってよ見てやしゃべってしゃべりたいわしゃべってねん言れへんや言うてね言うてね俺多分今後見えへんから多分見てや言うて言ええよそれは違うね極悪女王と同じとこに持ってくんだ。ん 見てください、絶対ね。見ます、見ますって。てだ,だから、見るって言ってんねん。見え、ヒントは言うてんねんから。早く、じゃあ、なんでさ、その、熱が下がった頃に喋り出すのお前、いつもそうやねん。スラムダンクもそうやったし。みんながもう、ひとしきり盛り上がった後で、見た、スラムダンク。って言われても。え、ふいで。スラムダンク。<laughs> 遅いねん、遅いねん、それが。こっちも熱冷めてて違うとこ行ってんねん、もう。<laughs> さあ、というわけで、また来週でございます。はい、さよなら。さよならっ。